はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました本当にありがとうございます。はい、今日も前回作業した急斜面のとこですね、草刈りをするためにはちょっと足場をやっぱきれいにしておきたいなということで作業してます。前回はですね、竹とかね、枝がこう斜めになっちゃうからあるとゴロゴロするということでそれを集めました。で、その次に問題になっているのがですね、切り株です。まず絶対なんか木の切り株が一つあるのと、あとは竹株がちょこちょこ隠れてるところがあります。そこをまあ掘れたら掘りたいし、掘れんかったら掘れんで上だけでもちょっと切っちゃおうかなと思います。で、もし最後に、最後にもう一点やりたいのはこの石ころを集めですね。なんで今から先にこの切り株を抜いたら穴が開くと思うので、そこに埋められるものはもうちょっと埋めていこうかなと思ってます。もうどこ持って行って中途そこを持って行った先がまた大変になるので、まあ、ひとまず集めれる分だけ集めて埋めてしまおうかなと思います。なんでまずは竹株掘りですね。あとは切り株掘り、それを今日はちょっと先にやっていこうかなと思ってます。本当地味な作業ですけど、今後ねここのエリアもバンバン草刈りしていかないといけないので、ちょっとその下準備ちょこって頑張っていきたいと思います。ここ前買ったけどもう伸びてきちゃう、カヤ類がどんどん伸びる。よっしゃ頑張ります。はい、今日やるのはちょっと上がうるさいですけど、この切り株ですね、手前の方はね結構もバリバリにこの辺りねふわふわなってるんですけど、こっちの本体の方がどうかな、向こうにこう根を張ってると思うからそっちがうまく切れるといいですね。で、この辺の竹株もねしっかりしてるんだよな。で、ね、引っかかるのが何個かあるんですよ。あの辺に隠れてるな、この辺りにも隠れてます。で、そこだけちょっと切っとこうかなという感じで、よし、とりあえず今日これだな、頑張ろう。それだ、ここはきついな、斜めや。
もんかな。ここの下の腐ってるのとこっちでっけえのはね。別もんやね、やっぱあんた。いいよ。よいしょ。いけた。いけた。なんか別物ですね、これね。こっちは全然や。よいしょ。さあ、こっからどうすっかやな。出てきました。でも根っこはね、全然枯れてないです。しっかりしてる。で、下にね、切り株が枯れたのが入ってたから、から下から浮かせてこう掘り上げるのがすごくやりやすかった。ここに枯れたのが入ったら、それ取ればね、空間ができるから。もうちょっと動かんそうやったら、一本一本
よし、プロとかで切ろうと思います。根っこをね。で、表面に出てこないように、こいつも一緒に切っちゃおうかな。一回ちょっと今度はこの裏側ですね。表面の正面側はね、だいぶ根っこの行方が分かったので、どっち側にどんだけ入ってるかっていうのが見えてきたので、で今度はこの上側からちょっと掘って、こう全体像をね、どこにどういう風に走ってるかっていうのを出そうかな。とりあえず今日はそれ目標やな。よいしょ。全然びっくりともせ、切らないかも。あー疲れた。ですね、ここからこうこのクリュンって曲がってるやつ、これも竹縫ってるね。
絡み合っちょるわ。いかんな、食べつけ。よいしょ、よいしょ、すっきりした。ここがよいしょ、いけ。ひとまず今日ここまでにしよう。とりあえず根っこの行方がそれぞれ見えてきたかな。あれをレシプロ突っ込めるかな。上がちょっとまだね止まってるけど、もうちょっと続けて作業になるので、次はあれを着てこよう。ベスト、アイスベスト。暑いわ。よいしょ。もう夏やどこら。マジで。よいしょ、一回終わろうかね。はい、こんな感じです。ひとまずなんか根っこがこう出てきたかな。先端さえ切ればなんとかなるかなっていうのが見えてきたかな。こっちがまだね掘りたいけど、斜面なので難しいね。土に埋まってる部分が多い。ひとまずこの見えてる正面側、こっちの方を根元からこうね、3,4,5こう切っていってみようかな次回。あー疲れた。まあそれなりにでっかい長くから石も入れられそうやわ。よし終わろう。はい、ちょこでひとまず終わろう。疲れた。あでもこれがなくなるとだいぶ楽と思う。石とかも踏められればね、この辺りの草刈りがしやすいと思う。あーときつい。次はちょっとベスト着てきます。でノコギリとかね、レシプロ使って作業していこうと思います。またよかったらつけいただけると嬉しいです。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。